この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、おい、どうしたんだアルミ、しっかりしろよ。おいアルミ、おいアルミ、おい、目覚めたか、大丈夫か、怪我はねえのか、お前の班は？班？おいおい、しっかりしろよ。なんで一人だけなんだよ。なんかお前の体、ぬめっとしてるしよ。一体何があったんだよ。あっ！うわぁ！この絵、アクサだ！死しまえ！おい、落ち着け、アルミ！おさえ！みんなは？もういいだろ、コニー。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえだ！アルミは何も言ってねえだろ！周りを見りゃわかんだろ！これ以上そいつに構ってる時間はねえんだ。なんでアルミンだけ無事なんだよ！さあな、死体だと思ったんじゃねえの？複数の巨人に遭遇したのは気の毒だが、劣等生のこいつだけ助かるとは、エレンたちも報われないな。なあ、クソ女。二度と喋れねえようにしてやろうか！やめて二人とも！みんな気が動転してるんだよ。急にたくさん友達が死んでいくんだもん。仕方ないよ。さすが私のクリスタ、この作戦が終わったら結婚してくれ。確かに、いつも以上にふざけてやがる。とにかくこのままじゃいけねえ。立てるかアルミ。ごめん、迷惑かけた。声と交流する。おい、アルミ、行くぞコニー、俺たちは前進の命令だ。地獄だ。いや、地獄になったんじゃない。今まで勘違いをしていただけだ。最初からこの世界は地獄だ。強い者が弱い者を喰らう、親切なくらい分かりやすい世界。ただ僕の友達はこの世界で強くあろうとした。弱い僕を助けてくれた。それが耐えられなかった。二人にとって僕は守られる存在なんだ。僕も二人のように強く、二人と肩を並べてこの世界を生きていきたかった。その結果があのザマだ。僕のせいで竜は。
険だから早く屋根の上に。ランスをこのままにできないでしょ。違うんだ、ハンナ。フランツは…もう…やめてくれ…これ以上…無理だ…これ以上…おい、あんたたち、今がどういう状況なのか分かってんのか？分かってるからこうなってるんだよ。てめえらこそ助かりたかったら手伝え。ふざけないで。人を倒すのが作戦だ。このままじゃみんな巨人に食われちまうだろう。何やってんだ兵士、こいつらを取り押さえろ。しかしやってみろ下っ端。俺はここの紹介のボスだぞ。いや、お前ら兵士がクソに変えた飯は誰の金で賄われた？お前がこの町の兵士を食わす金を用意できるのか？お前ら申せ！この罪にはお前らのチンケな人生じゃ一生かかっても稼げねえ死ぬものだ。協力すればねえまする。大丈夫だよ、お父さんが大砲で巨人をやっつけてくれるからね。お母さん、あれ、死にたくねえやつは押せ！クソ！なぜ俺たちを無視して飛行士だ！考えても無駄だ！早い！精鋭の私たちが追いつけないなんて！このままじゃ！何をしているの？おお、ちょうどいい。お前、こいつらに手伝わせろ。礼は弾むぞ。今、仲間が死んでいる。住民の避難が完了しないから巨人と戦って死んでいる。当然だ。住民の命や財産を守るために心臓を捧げるのがお前らの務めだろうが。ただ飯ぐらいが100年ぶりに役に立ったからっていい気になるんじゃねえ。人が人のために死ぬのが当然だと思っているのならきっと理解してもらえるだろう。時に一人の尊い命が多くの命を救うこともあること。やってみろ。お前の雇い主とは長い付き合いだ。下っ端の身体なんざ上手に決めるぞ。死体がどうやって喋るの？待て！会長、二台を引け。おかげで助かりました。感謝いたします。よく仕留めたアッカーマン、さすがだな。ありがとうございます。しかし焦って1回の攻撃で刃を生蔵にしてしまいました。次は注意します。お前、これまで一体どんな経験を。いや、なんでもない。どうしてこんな時に思い出す。
できた。お母さん見て見て。あら、うまくできたわね、ミカサ。素敵よ。この刺繍は私たちの一族が代々伝えてきたものなの。ミカサも自分の子供ができたら教えてあげるのよ。あ、子供はどうやったらできるの？さあ、お父さんに聞いてごらんなさい。うん。ねえ、お父さん。あ、いや、お父さんもよく知らないんだ。あ、ほら、もうじきイエーガー先生が来る頃だから、先生に聞いてみようか。おお、早速来たみたいだ。はい。ミカサ？そうだ、お前と同い年の女の子だ。この辺りは子供がいないからな、仲良くするんだぞ。そいつの出方次第だけど。エレン、そんなんだから一人しか友達ができないんだぞ。ん？留守かな。アッカーマンさん、イエーガーです。ごめんください。どうしたの？ねえ、父さん？ダメだ。エレン、近くに女の子、ミカサはいたか？いなかった。そうか。父さんは憲兵団を呼んで捜索を要請する。お前は麓で待ってるんだ。分かったか、エレン。エレン。おい、本当に売れるんだろうな、こいつは。わざわざ親殺してまで連れ去ってよ。そいつの顔をよく見てみろ。上等だが、まだガキだな。俺の趣味じゃねえ。お前の趣味を聞いたんじゃねえよ。そいつは東洋人だ。昔は人間にも種類があってな。そいつはその昔、東洋ってところから壁の中に逃げてきた一族最後の末裔だ。そいつを都の地下街で変態の旦那方相手に競りにかける。他の東洋人は絶滅したからな。相当な値がつくぞ。こいつの親父は東洋人には見えなかったぞ。こいつは純血じゃねえよ。そうだよ、本当に価値があったのは母親だ。てめえがビビって殺すから。仕方ねえだろ、抵抗されたんだ。言うことはそれだけか。イエーガー先生、お待ちしていました。どうも失礼します。おとなしくしてろよ。こいつで頭を叩き割られたくなかったら。この女、ミカサ逃げなさい。お母さん、ミカサ早く。お父さん。くそ、いい加減にしろ。何やったんだ。殺すのは父親だけと言ったら。だってよ、この女が。言い訳すんな、ガキを連れてけ。おい、お前はおとなしくしてろよ。でないとこうだ。ごめんください。おいガキ、どうしてここが分かった？僕は森で迷って、
その小屋が見えたから。ダメだろ、子供が一人で森を歩いちゃ。森には怖い狼がいるんだぞ。でももう心配いらないよ、おじさんたちと一緒に行けば。ありがとうおじさん、もう分かったからさ。死んじゃうよクソ野郎。嘘だろ、待ちやがれこんガキ。このケダモノめ、死んじまえ。お前らなんかこうだ、こうだって当然だ。もう立ち上がるな。もう大丈夫だ、安心しろ。お前ミカサだろ。俺はエレン、医者のイエーガーの息子で、父さんとは前に会ったことがあるはずだ。診療の付き添いでお前の家に行ったんだ。そしたら三人いたはず。てめえがやったのか、てめえがやったのか、てめえが殺してやる、殺してやるぞ。戦え、戦うんだよ。勝てなきゃ、死ね。勝てば生きる。何考えてやがるこのガキ。戦わなければ勝てない。そんなできない。その時思い出した。この光景は今までに何度も何度も見てきた。いつだって目に入っていた。でも見なかったことにしていた。そうだ、この世界は残酷なんだ。その瞬間、体の震えが止まった。その時から私は自分を完璧に支配できた。何でもできると思った。背後から心臓を一突きだ。これをあの子供たちがやったのか。エレン、麓で待っていろと言っただろ。お前は自分が何をしたか分かっているのか。有害な獣を駆除した。たまたま人と格好が似ていただけの獣だ。エレン、こんな時間に憲兵団が来ても奴らはとっくに移動していた。間に合わなかった。もしそうだとしてもだ、お前は運が良かっただけだエレン。私はお前が自分の命を軽々に投げ打ったことを咎めているんだ。でも早く助けてやりたかった。ミカサ、覚えているかい、君がまだ小さい時に何度か会っているんだが。イエーガー先生、私
ここからどこに向かって帰ればいいの？寒い。私にはもう帰る場所がない。やるよ、これ。あったかいだろ。あったかい。ミカサ、私たちの家で一緒に暮らそう。え？辛いことがたくさんあった。君には十分な休養が必要だ。なんだよ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。帰る。勝者しか生きることは許されない残酷な世界。撤退だ、アッカーマン。壁を登るぞ。前衛の撤退を支援してきます。おい、アッカーマン。でも私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。私には帰る場所がある。光栄での任務を終え、エレンの元へと急ぐミカサだったが、そんな彼女に告げられたのはエレンの死であった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。